です自民党総裁選終盤戦ユーザーが候補者の方にもっと聞きたいこと、あるいは候補者の方が今一度言いたいことなどを語っていただく30分のインタビューでございます、えー、本日はこの方をお呼びしております。上川陽子候補です。上川です。よろしくお願い,いたします。よろしくお願いします。いやの 大臣に就任されてからすぐお呼びしたかったんですけども、はいはい、もう早速いろいろ回られていて、はい <laughs> はい、もうちょっとそれをですね、あのタイミングを失ってしまいまして本日は本当に嬉しいです。ありがとうございます。一年です。そうですよね。はい、ちょうど一年ですよ、ね。そうなんです。一年なんです。九月で。はい、はい。あのいかがですか。その昨年だからちょうど一年なんですけど、はい、どのくらいの国とか。そうですね。 あの私は、えーとですね、43の国機関かな、はい、回りまして、えー、月だと3か国ぐらいですね。平均ですけれどもそれで大体あの大きな国際会議の主催、はいえー、G7 の議長国でしたので、うん、それも主催。うんそうだ さらに、えー、バイ,カイダーは回以だからマル,<円>マルチの会談のあれもね OECD も含めますと例えばうんアセアンの国と約、はい、50周年の記念の年でしたので、はい、まあ非常にあの密度の国やりましたし、はい、あの太平洋の島し国の皆さんとは個別に訪問しつつ、はいはい、閣僚会議で、えー、今年に、えー、首脳会議があったんですけれどもその前の 準備会合ということでこちらはですね、あのー、これも行きましたで最近はですね、はい、ティカットというあのアフリカの国もですねこれはですね全部で33か国とバイ会談やりましたバイいうのは2か、ね、国,国の会談ですから、ね、だからもうずっと動いてる感じですあ夜はですね時差がありますけど、はい、あの電話会談というのはかなりやりました。はい なるほどね、はい。時差ないんですよ。そうすると時差がないとなるともうなんだ飛行機とか乗っていてこう目覚ますときになんかこうどこにいるかわからないってことはないですか、はい。だんだんそうなってくるんですよね。いや実はすごい私もあの、はい、ぜひお聞きしたいです。<laughs> 実はですね、はい、あのカナダに行ったことあるんですね。はい、そして夜あの雪だったんですよ。それでなかなかあの離陸がしないということで一回寝たんですね。うんはい、で着いたと思って試作したんですよ。なるほど。そしたら実は出発してなかったという。<laughs> 周りがですね皆さんなんかゆったりしてるんだけど私だけわだわだしまして、うん、そういうことがありました。それはどれくらい？ おう,とおうとされたんですかね時間にしたらいや私としてはですねまあ3時間ぐらいだったんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、本当にたったの30分ぐらいあいやもっと1時間ぐらいだったかな、えー、そんな状態でした。そういうことはあの我々でもあってもう電車の方はやっぱ寝ちゃうわけですよです、ね、通勤時間で。とふっと目を覚ました時に自分はどっちに要するに会社に向かってるのか家に帰ってるのか分かんなくなる。<laughs> だから 大臣それぐらいもあの外国訪問されたりしてると、はい、ちょっと混乱しませんか。まあ体が時差にですねどういうふうに合わせるかっていうのは結構、うん、あの、えー、まあまあ何て言うんですかね、はい、合わせることが、はい、自分の中でだんだんできるようになるんです、ね、それはなんかマニュアルっていうか。ないんですよ。誰も教えてくれないんですか。なんか体の中に時差がいつもこう動いてる感じですよ。<ー> <laughs> あとジェットラグとかよくあったり、なんか体調がその悪くなったりってことも。それはないんですね。基本的には睡眠は非常に早く深く取れます。あ、それはいいですね。しっかりと食事もできます。で、我々から見てると、まあもう実はですね、上川さんの僕が聞いた実はね、ちょっと名前は言えない、はい、言えないんですけど、はい、これ打ち合わせにもなくて今言うんですけど。 あ,のある政府高官から、はい、次の総理、はい、いやもうこれ言うと分かっちゃうんで次の総理誰がいいかって聞かれたことがあってたまたまですよ。だか、はい、ら僕は「うんうん」って言ったんですけど「うんうんうん」とか言ったんですけど、はい、その政府高官は上川さんとおっしゃったんですよ。はい、でそれが、はい、その上川さんって麻生さんがいろいろ上川さんにそこからこうわーってきたじゃないですか、はいはい、もうそれのねはるか前です。えー そうなんですかそれで僕はその時あの上川さんのことも,もちろんあのまあでもこれそういうと時期が分かっちゃうから言えないんですけど、はい、もちろん承知してましたけど、はい、やっぱりほら総理になる方ってそれまでなんか新聞とか周りでこう、はい、いろいろ名前が上がったりするじゃないですか、えーで,すね、でもその時はかなり前なので、えー、上川さんのお名前というのはなかなかこう新聞報道でもこう出たりしなかった時期なので。はいはい いやでも今から考えるとその人すごいなと思って、えー、教えてください, <laughs> いや本当にそれでなぜかって私聞いたんですね、はい、お伺いしたらやっぱりあの初心の時も言われましたけど具体的に言いませんが、はい、やっぱり重い決断をされた、はいはい、でそういう人いないよって言ってましたねそういうことはもう男女関係なくだけど、はい、そんな度胸のあるもう本当にちゃんとしっかり判断される人はいないと。 で実務能力もあるってことをすごいおっしゃった。あそうですか。なんか本当に。だから見てる方は見てるっていうことですね。はい、嬉しいです。いや本当なので、今回はすごくあの嬉しかったです。ありがとうございます。で早速あの質問いくつかさせていただきたいと思うんですが。今ですね。まああの人手不足とか、まあ将来少子化ですね。高齢化。進む中で。やはり今後外国人労働者はまあ重要になってくる。でしょうかね。やはり。 それと、その集会や考え方の違いから、やっぱり日本人のみんなはですね。そのトラブルとか治安悪化ってことを懸念する声も耳にします。実際あちこちで起こったりもしてます。まあ、これ現行のこれ、やっぱりすごいのはあの上川候補はあの法務大臣と外務大臣兼任されてるので。お聞きしますけど、現行の法制度で問題はないんでしょうか？その上川候補のお伺い、ちょっとお伺いしたいんですけど。 あの私が法務大臣を務めている時にやっぱりいろんな業種で,ですねあの働きが足りないということで技能実習制度という制度がありまして特に東南アジアの国々からまあベトナムなども今すごいあの来ていただいてるんですけれどもあの制度として皆さん日本に来られてそしてあのさらにそれを発展させていくということについてはまあ あのしっかりとルールを決めて受け入れるということにいたしました。うん、で今あのその時にですね、私がそれと並んで実際にやらなきゃいけないということで、えー、まあ大きな枠組みとして多文化共生。多文化共生。多文化共生というとあれですけど、まああの地域社会の中であの働き手であると同時に、はい、まああの生活をするわけですね。はい。ですから地域社会の中でしっかりと まああの日本のルールに従ってしっかりとあの暮らしていただきたいと。 この部分についての対応をですね、制度としてしっかり作らなきゃいけないんじゃないかということですね。例えばごみ出しのルールもですね、なかなかあの各国いろいろあの違いがありまして、まあそれも大臣よくお別れだと思うけど、そうです。だから日本のルールに従って生活をしていただくということを基本にすると、例えば日本に来る前にオリエンテーションをして、あの生活はこういうふうになっているんですよっていうことをご理解いただく、あるいは日本語もまああの 勉強していただくと、はい、こういうことをきちっとやっていただいて、うん、まあ受け入れると、うんうん、で来られてからですねやっぱり働き手ととな,なるとですね受け入れの企業があります、はい、企業の皆さんもそういう方たちを受け入れるわけでありますのでやっぱり条件をしっかりとあの、はい、契約をするわけですけど、はい、まあ,あのそういう中でいろいろ逃げられたりですねその会社から、まあ、あのそういうことが結構多かったんですね。はいはい それでそういうところのやっぱりルールはもうちょっとしっかりしないとやはり不法滞在になってしまうということになるもんですからその,あの制度も作るとだからそうした制度と同時にこの受け入れるということで多文化共生をするいろんな国々の人たちが地域社会の中で一緒に暮らしちゃう時のまあ まあとに暮らし合うと、はい、このところについてはきめ、えー、細かな、うん、あまあオリエンテーションも含めて対応していくとこのことを両方やらないといけないなとということで,で、ね、専門会議開いていただいて、はい、提言をまとめていただいて、うん、そしてそれをしっかりと実施していくとこういうあの中で今動いています。それはもうあのもう実施されているんですかそうですこれからのってことですか。いやいやもうあの実施されております,もす、ね、私もあの。 例えばあのベトナムとかいろんなところへ訪問させていただいて、はいまあ、日本語教育の現場とかですねすで、うん、にもう日本で学ばれた方が先生になってそしてその方がご自分の体験も含めて、ねえー、新しく日本にあの行くという現地でね教えてらっしゃると日本はこういうところだよとそうそうそうそれが非常にいいですね。<ー>この間そういうい日本語学校を視察しましまたあの一つ懸念は 今円安ですから、はい、ベトナムなんてやっぱり経済すごくもう、はい、あの上昇でですね逆にこれ台湾でもそうなんですけどあの現日本で働くよりまだほの方がの私も外務大臣になっていろんな国々行くんですけど、うん、やっぱりですね思いがけないところにたくさん例えばトルコの方たちがヨーロッパに で働いいいてらっっしゃったりあるいはですねあのアジアの方々がアフリカで働いていらっしゃったり中近東で働いていらっしゃったりだからまああの今の時代はですね自由にあの国境を越えて移動する時代ですのでやっぱり魅力のあるあるいは賃金があの高いところにですね選ばれちゃうんですね,そう,ですねそうすると選ばれない国になってしまうという問題も実はありますよね。 いやあの私あまり海外行く機会な,んないんですけどやっぱり同僚が仲間が行くとねそういう話をだから今私が非常にもうここにですねうもう印象深い言葉があるんですね、はい、これはですねあのアフリカの実はナイジェリアという国なんです、はい、アフリカは今人口爆発のように伸びてるんです平均年齢がです、ね、19歳なんですよ。 え日本はちなみに49歳です。ということはお,お子さんがたくさんいるってことですねいやもう若い人やまあ溢れてるって感じですね。本当に生生ききしてますでその中で生き生き活躍している日本人の,、はい、あの若い女性、はい、本当にお会いしたんですね。うんはい、そしたらですねあのまあ、えー、初めはですね企業から、えーまあ、転勤という形で来たんですがそのうちにですね自分で仕事を始めるようになったんでですねそ、はい、そこで、はい、そうしたらですね。 面白いのでどんどん発展させようと思ってですね今のこの段階で来て帰ってきてくださいと言われても私は絶対帰りませんって言うんですよ日本にでおそらくまあいずれ帰りたいなと思う時が来るかもしれないけどその時にはですね魅力ある国にしてくださいねって言われちゃいました言われちゃいましたをぐっとくさっときましたねその方は現地でどういうお仕事されてるんですかその方はですねまああの ナイジェリアはですね、スタートアップの国なんですよ。はい、若い人がもうどんどん、そう,んね、そういうあの施設も行きました。<ー>いろんなジャンルのお仕事をもうどんどん開発してるんです。はい、それに対してファンドレイズ、まあファイナンスする、<あ>応援をするという仕事をしています。なんか日本人って割とそういうお仕事得意みたいですね。女性の皆さん、百五社ぐらい、え、五年ぐらいでやられたそうです。 面白いって言うんですよ。いやーなんか得意そうだな、まあ、いいな羨ましいな。<laughs> 私ももし若ければですね。はい。いやいやいや。いや言ってたかもしれませんよ。いやでもそれぐらいですね。いや本当に面白いということなので、やっぱり日本のあの国今ね内部流表がろ六百兆あるんですね。六百兆ですよ。十二年で二倍っすよ。で六百兆がですね一つはやっぱり投資に向けなきゃいけないんですね。いや本当にある。でも日本の国内で投資がなかなか見つからない。 海外ではどんどんんやじゃあ日本でどういう投資をしていくのかこれ成長戦略の<あ>れ柱にもう一つどうか人材投資やっぱりリスクリングしたりしながらっていうのはありますが、はい、やっぱり自分の好きなことをしっかりとあの創業する起業するという、まあ、今制度があるんですが、まあ、こういう動きをです、ねうん、後押しするようなこの投資も私はちょっと日本は遅れてるんじゃないかなと思うぐらいあの。 全国はです、ね、全世界はですね進んでますいやその視点はすごく大事ですね、はい、どうやって進めていきますか大事になりのやっぱり世界各国見てきた、はい、あるいはその法制度のご専門でもあるっていうことでいうと、はい、ちょっと他の候補者とは違うような視点がありそうなんです、ねはい、そうですねあの投資についてはですね、はい、私はあの令和の産業ビジョン構想というのをですね、はいうん、なるべく早く あの打ち出して長期的な戦略の中で何をせんあのターゲットにしながら集中して戦略的に進めるのかっていうのをある程度決めていく必要があると思うんですね、はい、まあ今は AI とかですね、うんうん、宇宙とかですね、はい、あるいはまあサイバーの問題もありますしいろんなあの気候変動に関わる課題というのもすごくこれからの大きな分野なんですね。 海というのもフロンティアという形でここはですねまだ手がついてない日本の今それを一生懸命これをですね水と海洋の大国という形で今打ち出していますいあの確かに海の情報ってちょっと十何年前なんて今もっと精度上がってると思いますけど面積というと海七割だと思うんですけどほとんど分かってない、ね、そうなんですよこの海洋の フロンティアを考えるということで私政治家としてずっとつながってあのやってきたんですよ面白いんです。だって生物なんかもね深海生物なんかもエイリアンみたいなのたくさんいますよね。あのですね D N A っていうのがありまして、はい、あの生物の D N A を海洋の D N A、うんはい、ちょっとバケツ一杯のこの水からですね海洋の水から海の水から、はい、ここで今日イルカが通った。 ここういういところは分かるんですってあそもう本当にもう考えただけでですねもう本当にワクワクします。海洋の可能性は温暖化の問題にもまあ吸収源という形でもありますし今のように微生物も含めて本当にまだまだ未知の分野ですのでこういったところを海洋国家日本。えそれはいいと思いますけどいいですか他の候補者の方も言わあのおっしゃってないし。 あの割とニコニコなんかでも結構そのなんだ深海の調査とかの番組やってるんですけど若い人もすごい興味ありますよ。です,ですからあのジャムステックというねあそうなんですよジャムステックとやってるんです,う,ですうちやらあそうなんですかジャムステックはですね深海をこうやって掘り下げる機材を作ってるんですよ。そそうですそうですすしてこれからですね 私がずっと進めてきた北極ここもですねロンィアなんですよ一番地球ででで脆弱ななところんすすからここにいる生物とかあるいは今あれでしょ氷がどんどん溶けるんですよ私行ったんですよ北極にツバールバル諸島というところニーオルスンという基地です日本人の政治家としては初めて行きましたえそれ何年前ぐらいですかえとですね え十七八年ぐらい前ですよ。日本の政治家として初めてそうです。でもそこには日本のじゃあのこうこれこそ極地研究所というところが基地を開発開設してちょうどその時二十五周年それで訪問しました。あ式典であっ式典で出ました。はあ、面白い。いやそれはい,いい話ですね。えそれ知らなかったですよ。えそうですか。いやそこはですね国際 ある意味では拠点都市になってるんですねですから各国のラボがいっぱいのあるんですよいいで,す、ね、でも日本は一番初めの頃出したんですねあ、そうなんですか、はい、だから地球がまた北極がどんな風に、はい、あるいはあの海氷河がどのくらい溶けてるのかっていうのをですねこれを一番正確にそして長い期間分析しているのは日本でそのデータが使われてるんですよ え大臣からその海洋のこととか北極のことをお聞きするとは思いませんでしたけどいやこれ海洋はとてもいいと思いますね,そうですね。でもその海洋がやっぱりいろんな形で今そのえまあ法の支配に基づく海洋ですよね日本はえ自由で開かれたインド太平洋ということでこれを打ち出していってまあ太平洋とインドのこちら側とこちらがありますすよねそうるるとアフリカまでつながるんでがんすよね。 でアフリカからずっと希望を取ると、はい、まあ地球一周するわけですよパナマ運河も私行ってきましたけどね、はい、海洋はつながってるんですよ、はい、で日本は海洋国家ですからここで得た知見とかあるいは海洋国家との結びつきを深めてやっぱりいい関係を作りながらこのフロンティアを探る、はい、あるいは海洋の航行の,の自由なども含めて力を合わせてこうしたあの国際的な ルールというのをはしっかり作って対応していくっていうのが大事です。あのありがとうございます。これちょうどやっぱり大臣の特分野が合致するような、はい、つまりその日本時代の法の支配の問題もあるけれども、やっぱり世界全体の法の支配支配を、うん、いや上川さんはむしろそのそういうその法の支配を世界にグローバル的なものでも展開するピタシの方じゃないですか。すいやそれをですね。 打ち出したんです、はい、法の支配司法外交ということでこれ法務大臣時代です司法外交それでですね海洋もですねやっぱり海洋秩序のあの部分をですねこう侵害する行為がある場合にはですねやっぱりきちんと裁判でね,、うん、ねちゃんとしっかりと調整調整しなきゃいけないんですねでもその裁判自体がなんか今ちょっとまたそれも弱くなってきて、うん、ちょっと不安は不安なんで、うん、ちょっとそこはよろしく 大臣もうね、はい、あっっといい間に10分切っちゃいましたよなん,なんかすごいいやそれでね,ですねあの例えばそれで言うとね海洋を含めた法の試合で言うと例えばちょっと我々心配なのが、はい、ちょっと最近の中国の動きがあって例えばその中国軍の情報収集機が日本領空を2分間侵犯、はいうん、したっていうことが初めて確認されたということがあったしあともう一個はその中国海軍の空母が 日本の接続水域を初めて航行したというのが今ここ数日続いてるわけなんですね。はいはい、そうです、ね、これ外務省としては<え>まあ外務省としたっていう言い方あれですけど、どう分析してどう抗議されずちゃんと抗議していただいてるんですか？もちろんしてます。そうですか。はい。これはですねこの今おっしゃった中国軍所属の航空機両、はい、空侵犯ですね。うんうん、でこれについてはこれはですね我が国の主権侵害ですから。 これについては安全を脅かすものということでこれは、ね、全く受け入れることができないんです、うんはい、そこでこれはね、外部事務次官からしっかりと抗議をいたしました外部事務次官ちょっとこのあのレベルがあるんですね、はいはい、ですからいろんなチャネルでしっかりと抗議をする、うん、ということが大事です、うん、抗議をし続けるということが大事です、はいはい、そして安全性、うん、これについてもですねあの、えー、担保しなければいけませんので、うん、再発防止 これも徹底ししてていただくようにをあとやっぱり不測の事態があってそうですなんかお互いこう誤解でこうドンんどんどんパチやられると本当たまらないのでそれとあと大臣今回まあ総裁選ではあるんだけどさすがにやっぱり上川さんだなって思われるのは、まあ、これ異例のことなんですけどあの選挙期間中ではありますけど国連の国連 行かれますよね。行、はい、くことにいたしました。いやそれはもう本当にありがたいことなんですけど、はいはい、まあ外国に空白は作れないということで。そうです。でその中でまあメインとはちょっと外れメインとは外れって言い方はごめんなさい違いますね。二つ大きく報道されていることであって、ちょっと後者の大きしたい機体の G4 の会合ありますね。はいはい、でこの G4 っていうのはえっ、ー、とこれドイツブラジルインド日本ですかね。ここでは何が 要するに若くてですね。ユーザーは若い方多いのでちょっとわからないのでちょっと簡単に説明してます。そうですね。あのえっ、ー、と国連の組織についてはですね今本当にあのまあ揺れてるんですね。でこれはですねあの今までの枠組みに対しまして例えばグローバルサウスの国々が、はいはい、その中でまあいろんな形で、えー、意見を主張されて。 まあ地球温暖化にかかるあの気候変動の問題なども、はい、まあ,ある意味で対立している状況です、うん、でそこで国連がある意味では多国間の,あのこう枠組みなんですけれども、はい、なかなか調整しきれない,しきれない特に安全保障理事会がですね今般のロシアのウクライナ侵略このロシアはですね安全保障理事会の常任理事国でしかも拒否権を持ってるんです。 で、これだとですね、止めることができない。拒否権があって、反対すると、要するに可決っていうのかな。そうです。前回一致でしたっけ。いや、あの、拒否権発動すると。あ、そうか。それは、あの、できないんですね。成立しないんです。ですから、今回も典型的な例が、まあ、そういうことになりまして。だから、まあ、あの、安保理の機能が、もう発揮できていないということだし。まあ、それに変わるということで、総会の機能。 こちらはまあ,あ,のある意味で多数決ですのでえまあほとんどがですね国連の意思決定というのはコンセンサス方式といってできるだけ多くの皆さんが参加をしていくということをまあ旨とするというルールになっているんですけれどもまああの特に安保理の決議は拒否権発動でちょっとね一か国反対するだけでしかもロシアが今回ウクライナ侵略のある意味では安保理の 常任理事国ですから。ポイントになっちゃって、ね、こうなるとですね、やっぱり機能しないことをどうするかっていうことも含めて安保理改革。はい。その際、日本は実は、はいえー、非常任理事非常任理事国。そうなんです。こちらの方はんなんと一番各国最多のですね、十二回なんですよ。うん。 それだけ信頼を集めてるっていう意味です。ずっと連続して非常任理事国で参加はできてるけれどもまだ非だということですか？連続してないんですね。うん、連続ができないんですけれども、それで十二回もすでに連続できないんですか。ええー、まあできないというか、あまあ、ほとんど知りませんいろんな国々が手を挙げますので、はい、でも十二回というのはもう本当に一番多いんですよ。うん、それだけ信頼されているということで。はい まあ80年戦後ね約立ちましたけれども平和国家ということでの定着は本当に信頼につながってます確かにでまた期待されてるんです確かにだから非常任理事国ではない常任理事国を枠を増やすで非常任理事国も枠を増やし、うんまあ、グローバルサウスの国にも入っていただくそれで今ブラジルと ドイツと日本とインドこの4か国でこの調整を行いながら何としても特に中心は安保理改革ですけれどもこれをやっていこうとこういう議論を今本当に詰詰詰めめめてててる状況ですあのその G4 会合も相当前からやってますよね。そそうですそうですですす今回岸田政権になる時もやはり G4 要するにあの国連の改革はやっぱり大きなテーマで。そうです さんも僕が覚えてるのはやっぱり何としても常任理事国入りっていうことだったんですけど、はいすはい、今どれぐらいですか例えば達成が100とすると今どれぐらいまで来てるんですか <laughs> <laughs> まあ言いにくいですね <laughs> いやこれはですねあのだいぶですねこの4カ国の中でもははある意味では対立してるんですねしかしそれをもう本当に練り込むように今作り上げている状況でまあ かなりのところまで来ました。しかし、そこから今度は全加盟国に展開するということも含めて、大変だ。ということになりますと、まだまだ道は遠いものの、まあ四カ国である一つの枠組みを問題提起できるかどうかという瀬戸際です。なるほど。はい。そうすると、やっぱり上川さんになって。 まあ外務省の方も頑張って着実に進んでいることはこれは確かだということは言えると、はいうことですね私が昨年に国連のあの総会に全く同じ時期に行きました時にも G4 の会合をいたしましたその時と比べるとこの一年間の間にまとめていこう合意形成をしていこうという四カ国の前向きな意思というのはやっぱり大事で、でそれに向かって それぞれが努力をするということをこの一年やってきた。<ー>その部分の成果は私は上がってくると思います。あいやありがとうございます。いろいろいやなんか上川さんめちゃくちゃ面白いんですけど<え> <laughs> お話しさせていただいて <laughs> あのごめんなさいちょっとおばあちゃんも大丈夫です。あのワークライフワークライフバランス具体的に進めていかれるってことをおっしゃってましたけどまあ確かにおっしゃるように。 まあワークラライフバランスって言葉ができてから結構経ちましたよね、はい、で上川広補はどういった形でそのこの間のほらニコニコの討論会で最後ほら特権があれば特権がもし総理大臣特権があれば何を進めていきたいですかっていう質問に対してワークライフバランスの行動指針をこう全力でこう。 適用して再生したいということをおっしゃいましたそうですね私のあの最大の今課題は2040年危機なんですね、はい、2040年になるとですねそのそれは2040年何なのかというと、はい、段階ジュニアの世代です,そうです、ね、段階ジュニアの世代が、えー、65歳の高齢期に入るんですよこれが人口減少のもうどまあ本当に 激しく進みさら、ね、に労働力人口が下がりさら、ね、にですね経済もですね、うん、少し縮小していくのではないかという予測がらに社会保障制度が行き詰まるんではないかとういう、ね、こういうあの非常に概年切開保険も含めまして世界に貫たるこの社会保障制度そのものもすごく不安になるという状況です。はいはい、でそういういい時にですねやっぱり若い者の世代 そしてどんどん働いていただきつつもやっぱり希望があれば結婚して子どもを産んでそして両立することができるようにということで作ったのがワーク働くこと、はいはい、そしてライフ、うん、これの調和なんですね、はい、まあこれの中で私は特に思うんですが、うん、あの男性のですね、うん、育児休業取得率100にしたいですおあなるほどね、はい、今何パーセントぐらいなんだろう まあまだかなり低いんだろうな低いんですよ。それにですね、取る期間も少ないんですね。まああとやっぱりまあドアノなんかはかなり開かれてると思いますけど、かやはりその企業によってはなかなか難しかったりもしますよね。あとね、奨学金をですね、完全にこの利用していただきたい。あ、そう百パーセント。今まだね、あまり制度知られてなくてですね、五十パーセントぐらいしか利用されてないんですよ。奨学金？んんそうです。 ですからこのこういう制度をね皆さんによく情報をにアクセスしていただけるようにわかりやすくあのアクセスしていただいてぜひ利用していただいてなるほどそしてあの将来のキャリアにあるいは自分のやりたいことにつなげていただきたいと思ってますあとちょっと話外れますけどあのアメリカ大使館と結構いろいろお仕事していた時期があってあの。はいはい 日本人の若い人が、その時に海外にあんまり行かない。そうです、ね。それ今どうなんですか?。やっぱりそういう問題って。まだ続いてまあのですね、なかなか、あの、例えば留学という、ちょっと物差しで見るとですね。私が行ったハーバード大学。当時はですね、日本人、日本語の学習。はい、こういうことについては、あの、日本人はまず、一番トップでした、はい。あ、そうでしたか。で、日本語の学習という意味では、これは、あの。 アメリカ人も含めて、学ぶという言語ですね。うん、これトップでした。<ー>今、かなり下がってます。日本人の留学生ももう本当に少ない。少ないです。ゼロかもしれないぐらいの時もありました。なるほど。だからすごく内向きになってます。そう,すね、そういう中で女性は。 ねね、海外青年協力隊とかアフリカの中にどんどん出ていくなるほど。でも帰ってきてもらえなくなっちゃってるまあしかあだから魅力ある日本にしないと,いないと、ね、そうですここがポイントですああ分かりましたもうお時間となりましたあ,ありがとうございますいずれにしてもですね法務大臣外務大臣今日のお話聞いてもやはりその実績と経験がうまく合致してですねそういった経験が総理の座になっても十分生かされる、はい、っていうことで よろしいですよね。はい。はい、わかりました。じゃあ最後にですね、もうあの選挙中盤戦となりましたが、代表選追い込みにかけて一言、党員の皆様、ユーザーの皆様お願いします。え、私はですね、誰一人取り残さない社会、誰一人取り残さない、こういうあの大きな目標を掲げて、日本の新しい景色を一緒に作っていきたい。誰一人あ,あの見たことのない まあ新しい景色として日本初の女性総理皆さんにぜひ誕生させていただいてそして一緒に誰一人取り残さない新しい景色を作っていきたい日本をもっと魅力的にしていきたいと思っています。